続いてはリズムクリップのコーナーです。今回は現在制作中の町映画おかめ聞けについてご紹介いただきます。こちらにはプロデューサーのあのさんと原作を担当されました西山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまず今回ご紹介いただく町映画おかめ聞けということですが、この映画の内容について簡単にご紹介いただけますか。はい、群馬県民の宝である上毛カルタをテーマとしまして、タイトルがおかめ聞けなんですけれども、おかめ家の5子プラス藤岡市で転校生が来て、そこから上毛カルタをテーマに物語が展開していくという映画になります。映画のこう大きな見どころとかはいかがですか。そうですね、上毛カルタを全く知らなかった転校生がいかにその地元の子たちにどう勝っていくかっていうのが一つの見どころになっていくかなと思います。なるほど。西山さんは今回原作を担当されたということですが、はい、この映画制作するきっかけなどを教えていただけますか。はい、群馬県民に明るい話題を届けたいというプロデューサーの言葉から上毛カルタのテーマにしたらどうでしょうっていうことがきっかけです。このタイトルのおかめ聞けに込められた思いというのはいかがですか。はい、群馬県の五大都市がおかめ聞けになっています。でそのおかめ聞けが役札になっていて、その役札を取ると勝負のどんでん返しがあるというインパクトのある題名になっています。群馬県民にとってはなかなか親しみやすいタイトルですよね。今回は出演者をオーディションで選出されたということですが、このオーディションの様子などについて教えていただけますか。はい、群馬県内全域に募集をしましたところ330名の方が応募がありました。だいたい280名ぐらいが小学生、残りの50名ぐらいが、中高生以上の、本当に若い子から大人までご応募いただきました。通常ですとオーディションなので対面してっていうことなんですけども、一次オーディションは感染対策で、Zoom を使用したウェブオーディションで、二次審査は感染対策ということで三籠未来館という藤岡市の大きいホールを借りして、そこで感染対策を万全にして行わせていただきました。もう撮影の方は終了されたんですか。はい、予定よりもですね、このコロナの感染対策、また感染状況に応じて、撮影が延期になってしまったりということで、約1ヶ月をしてしまったんですけれども、キャストを入れた撮影はすべて終了いたしまして、風景撮影のを残しているところです。なるほど。今回キャストオーディションで決めたわけじゃないですか。この撮影に実際に臨まれて、もう皆さんの演技というのはどうだったんでしょうか。はい、本当に子どもたちの吸収力というものはやっぱすごくて、プロの俳優さんの演技指導をですね、本当にスポンジのように演技力を吸収していただいて、もう撮影が始まるときには本当プロ顔負けの演技ができたのかなと思っております。そうなんですね。西山さんもそのあたりは撮影の方も一緒に見ていたんですか。はい、私も制作委員会に入れていただきまして、オーディションからクランクアップまでずっと見守らせていただきました。皆さんが取り組む様子近くで見ていて、はい、どのように感じていらっしゃいますか。はい、可愛らしいキャストの方に恵まれまして、でスタッフの方もみんな心が温かくて、でそんなキャストとスタッフと力を合わせて作った奮闘記をぜひ皆さんに見ていただきたいです。今回町映画ということで群馬県内いろいろなところをロケで巡ったと思うんですが、具体的なロケ地についてあのさん教えていただけますか。はい、前橋、高崎、伊勢崎、桐生、太田、そして転校生がやってきた藤岡市がメインのロケ地になっております。特にこの太田市においては、スバルの工場の、ビジターセンターで撮影させていただきました。また物語の中で、その五市を巡るときに車を使用させていただいたんですけども、スバルさんの新型レヴォーグをですね、お借りして撮影を行わせていただきました。そうなんですね。そのあたりもじゃあこれから見どころのポイントの一つとなりそうですね。そうですね、ぜひスバルのレヴォーグの走りも見ていただければありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に今後の上映の予定などを教えていただけますか。はい、コロナの関係で予定よりも少し撮影が落ちてしまった関係で、本来ですと11月ぐらいを上映予定して
なんですが、今編集中でおそらく年内で完成をして、映画館での上映は年を越して春先の上映になるかと思っております。わかりました。上映楽しみにしています。ここまで町映画おかめ危険についてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。